どうもはい、今ですね、ダイレクトメールが来たんですけど、そのダイレクトメールが恐ろしい事実なんですね。それは何かっていうとあの、ソフトバンクからダイレクトメール来ました。で、見たんですけど、なんか、あの長期特典みたいな。長期特典と。ご愛嬌ありがとうございますと。超お客様と。うん、で、まあ、メールが来てたわけですよ。もうなんやねんと。で、見て、見たら、なんか、あの僕、ソフトバンク契約しても9年経つらしいんですね。 9年目ですみたいなでそのね9年利用してまあそのずっと使ってるんであの今回期間限定で30日間有効の T ポイントを普及しましたとで僕は9年使ったのかと大体僕今月1万ぐらいなんですねでずっと多分1万ぐらいは今払ってるんですよだから12万じゃないですか12万 ×9 をやると108万なんですよだから100万以上ソフトバンクに払ってじゃあそのポイント いくくら普及しててれたんやねんって話ですよ9年利用して100万ソフトバンクにぶち込んでいくらソフトバンクさんはこのね、あのー、ポイントをねこう給付してくれたのか100万使って、まあ、100万以上使ってると思います間違いなく、まあ、1万より高い時ありますから昔ですよねライブやっててその今ギガモンスターってあるじゃないですかね昔なかったんですよで僕昔ライブやってた時にそのマ m a x 使っててね でその外配信してたんですけど地方行った時にワイマ m a x 全然だめで iPhone のデザリングからこう、ね、無料の無料のライブ放送をするためにこのあのデザリングして iPhone からこう放送してたんですよ、LT で,ですぐなくなるわけですよ、ですぐなくなってでその1ギガ1050円じゃないですか,、ね、だからそれ追加しまくってたら3万ぐらいになりましたからね,だからね3万、4万の時もあったんですよ。無料の ライブ毎日やってるんですけど、それやるために3万ぐらい使ったこともあるんですね。どんだけ追加料金やねん。だから1回放送したらもう追加なんですよ。てか、あの放送時間なかったらもうないみたいな。まあ、そうですよ、そういう、ね、経緯もありまして、まあ、100万以上ソフトバンクに追ぎ込んで、いくらそのソフトバンクさんからね、ポイントをいただけるのかと。ワクワクしてたんですね、ワクワクメールを見てたら。はい、発表いたしましょう。 100万ソフトバンクにぶち込むといくらポイントを30人しかもらえるのかはいこちら420ポイントでございますなんとかヨシギ食えるぞみたいななんとか <laughs> つまり100万ソフトバンクにぶち込むとヨシギいっぱい食えますねはい以上です